ホームチームはリードしてこのゲームに臨みます。ファーストレグのアウェー戦も勝利し、ホームで敗退というわけにはいかないでしょう。はい、サポーターの前で無様な姿は見せられません。ここは気合を入れていきましょう。キックオフ、試合開始です。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置。これはどうだ、これはイージーなボール。キーパー落ち着いて処理します。パスを戻します。うまいパス、見事に止めました。スーパーセーブです。コーナーキックの判定です。このシュートは外れます。石原直樹、決まるか。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。赤崎周平、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。長澤俊、石原直樹、見事なスルーパス。このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが完全にずれてしまいましたね。さあスタジアムのテンションが上がります。このボールは相手にクリアされました。これはコーナーキックでしょうか。これはあるか。コーナーキック、ファールの判定です。ここはカードが出ますか。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。シュートだ、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。素晴らしいパスからのワンタッチゴールを決めました。トラップしてはチャンスが無駄になるとの判断でしょう。難易度が高いシュートでしたが、よく決めました。赤崎周平、ボールを取りました。さてどうする。ここはよくスペースが見えていました。キーパーファインセーブ。これを止めますか。コーナーからゲームは再開です。ハモン・ロペス、コーナーからの得点はならず、枠を捉えきれませんでした。いいボールだったんですがね。セットプレーはチャンスですね。パスコースにはディフェンスがいます。
これはチャンスだ。ゴール、ゴール。ゴールの低い位置を狙ったいいシュートです。ペナルティーエリアで持たれて低めに決められてしまうと、守る方としてはどうしようもないですよね。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、力の差が見てわかりますね。赤崎周平、ゴールキーパーがうまく前に出ました。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。カウンターを狙います。上がっていけるか。素晴らしいボールです。ニアにボールを入れた。中央へのボールはクリアされました。ボールはサイドの選手へ。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。キーパーからのゴールキックに変わります。相手のゴール前でパスを回します。石原直樹、うまく読んだインターセプト。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対0。ゲームはハーフ。後半のキックオフ、今度はグランパスボールです。ハモン・ロペス、ボールを運びゴールに襲いかかります。狙ってきたぞ。このシュートはブロックされました。気は抜けない展開です。このミスは痛い。相手にパスを、スペースに見事なスルーパス。この攻撃は実を結びません。残念、ボールを奪われてしまいました。狙ってきた。ここはキーパーが執念のセーブ。ゴール前では選手たちがポジションを取り合っています。コーナーからエリア内へ、いいボールを入れてきましたが、ここさあ来た。ボールを大きく押し出します。ボールを取りました。さてどうする。ミチェル・ランゲラック、この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半シュートを狙う。どこにボールを入れてくるでしょうか。交代選手がピッチの脇に待機しています。ここはしっかりクリアされました。ヒョード、スペースへのボール。
このプレーはチャンスにつながりません。試合前にニュースがありましたが、リバプールが選手を獲得しました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。ボールをもらいに下がります。焦りが見えます。危険な位置です。緊張感が増してきます。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。ハモン・ロペス。このクロスはどこを狙ったんでしょうか。スローインです。さあ、スローインでの再開です。選手の交代があるようです。スローイン、もう一度続きます。打ってきた。ここはキーパーのスーパーセーブ。再びラインを割りました。再度コーナーキックです。ボールはゴール前へ。シュートを打った。寄せられています。見事な視野です。綺麗に曲がりました。このゴールで勝利はほぼ終に収めたでしょうか。いや、思わぬ大差になりましたね。プレーにも余裕がうかがえます。長谷川アリア・ジャスーリ、エドアルド・ネット、兵藤慎吾、入るか。セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。ボールはエリアへ。いいボールでしたが、ここはクリア。ここはクリアされました。ここもクリア。このゲームでは最終ラインの砦になっています。素晴らしいパス。このシュートはうまくブロックしました。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。どうだ。決まった。素晴らしいシュートだ。この時間に1点返しました。次につながってくれればというところでしょうかね。この土壇場で今のゴールにより合計スコアが逆転しました。しかしまだ可能性は残っています。ハモン・ロペス。スコアは4対1。試合終了のホイッスルが吹かれました。セカンドレグの結果を受けまして、次に進むチームが決まりました。はい、次もいいゲームを期待しています。今後につながる活躍ぶりでしたね。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。